でもその夢を見てるのが君一人じゃない、仲間がいるじゃない、夢かもしれない、夢じゃないかもしれない、君は一人じゃない、仲間がいるのさ。ラスト、僕らは見たい子供たちの笑顔、戦争などない、平和な未来を。はい、それでは続きまして、はい、新婦人の金子さんから生活の党のメッセージの代読を行っていただきます。金子さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。代読させていただきます。本日お集まりの皆様、大変お疲れ様でございます。いよいよ参議院議員選挙が近づいてまいりました。今度の選挙は皆さんが訴える安保法制を廃止するためには絶対に負けられない選挙です。次の選挙で与党が勝ってしまうと、次は憲法改正に進む恐れがあります。ますます戦争に近づくことになりかねません。逆に野党が勝利をすれば安保法制廃止に近づくことは皆さんご承知の通りです。皆さんの頑張りで、皆さんのお声掛けで政治は変えられます。日本は変えられます。梅雨入り後の不安定な天気ですので、体調にはくれぐれもお気をつけていただき、ぜひとも最後まで共に戦いましょう。平成28年6月11日、生活の党と山本太郎と仲間たち、代表の小沢一郎です。失礼いたしました。ありがとうございました。続けて中野の教育を考える草の根の会の石毛さんから、引き続き代読としてこちら社民党のメッセージの代読をお願いいたします。石毛さん、すいません、ありがとうございます。よろしくお願いします。安保法制かっこ戦争法の廃止を目指す中野アピール、戦争する国にさせない 6.11 リレートークへのメッセージ、福島みずほさんからのメッセージを代読させていただきます。戦争する国にさせない 6.11 リレートークにお集まりの皆さん、こんにちは、福島みずほです。本日はそちらに伺えず本当に申し訳ございません。さて、安倍政権は昨年、平和主義と立憲主義を大きく踏みにじる戦争法を強行しました。この戦争法を廃止するため、2月19日野党5党、現在は4党で戦争法廃止法案を提出しましたが、
与党は審議を拒否したまま6月1日の会期末を迎えてしまいました。戦争法を廃止するためには参議院選挙で勝利するしかありません。同時に安倍総理が目論む憲法改悪にもストップをかけようではありませんか。安倍政権による労働規制緩和によって非正規雇用労働者が4割に達し、格差がますます拡大してしまっています。これでは一生懸命働いても人間らしい生活ができません。さらに学ぶ機会を奪われた若者や奨学金の借金を背負った若者に対して、世界中で戦争する自衛隊という選択肢が示されようとしています。まさに経済的徴兵制です。私たちは今こそ力を合わせて、人間が人間として尊重される社会、戦争や核の恐怖、格差や差別のない社会を作り上げていく必要があります。そのためにも7月10日の参議院選挙に向けて全力を尽くします。この参院選は憲法が再改悪されるかもしれない大きな戦いです。私も福島みずほと書いてもらう選挙に挑戦する予定です。今こそ野党が力を合わせて一緒になって戦い抜く時です。本日のリレートークが大いに盛り上がり、新しい政治を切り開くスタートとなりますようお祈り申し上げ、連帯のメッセージとさせていただきます。これからも一緒に元気に頑張りましょう。社民党副党首、参議院議員、全国比例代表、福島みずほ。ありがとうございました。続いてですね、こちらは寒波の要請を新婦人の平井さんからお願いします。皆さんこんにちは、お疲れ様です。ここに私が出てくるといつもお金のことで恐縮でございます。新婦人の寒波隊、今やそうなっておりまして、今日も会場で新婦人4人の仲間が寒波袋を今用意して、待ち構えておりますが、私たちは今日お集まりの皆様に頼るしかないんですね。お金をいただくのはこういう皆さんお一人お一人からいただくしか方法がありません。それが一番大事なことだと思っておりまして、私たちは本当に皆さんに、粘り強く訴えを毎回毎回させていただいております。2000万人署名、新婦人の中野は4000筆を目標にして4050筆集めたんですね。これだけ広がりを持って、さらにこの2000万をなんとかやり抜くために、私たちはさらに頑張り抜いて安保法制の廃止を目指す中野アピール実行委員会としても、この中野の地域の草の根の運動をますますどんどん広げに広げて、あと1ヶ月に迫った参議院選、なんとしても自公安倍暴走政権をやめさせて、その補完政権を小さくさせて、野党統一、そしてこの安保法制を絶対に廃止させようという議員さんたちを何としても多く当選させて、頑張り抜くために最後までアピール実行委員会頑張りたいと思います。なので寒波をどうぞよろしくお願い申し上げます。以上訴えとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。寒波の要請でした。ぜひよろしくお願いします。続きまして、トーク戻ります。沖縄の一坪運動をなさってらっしゃる田中幸男さんからのお話をお願いいたします。お願いします。皆さんこんにちは。沖縄一坪反戦地主会関東ブロックの田中と申します。私はですね、沖縄一坪反戦地主会関東ブロックというまず団体について少しご説明させていただきたいというふうに思います。私たち一坪関東ブロックというのは1972年沖縄がいわゆる日本に復帰した時にですね、普天間基地、嘉手納、そして、今回の辺野古の問題であるキャンプシュアブ、
さまざまな米軍基地というのがそもそも 90% 以上が民有地であった。つまりほとんどが沖縄の人々が住んでいた土地を無理やり米軍が奪って作られた基地が普天間基地であり嘉手納基地であり、そしてキャンプシアブです。その中で1972年日本に沖縄が復帰するということで日本の法律に従って米軍の土地を沖縄の人たちから取り上げなければいけない、そういう戦いの中で沖縄の人たちは自分たちの土地を米軍には使わせたくないという戦いが起きました。その戦いがハンセン地主の戦いです。そしてそのハンセン地主の戦いが日本政府そして防衛省からさまざまな圧力を受ける中でもっと多くの人たちにこのハンセン地主の戦いを支援してもらおう、支援し共に戦っていく仲間を増やしていこうということで1983年に一坪ハンセン地主会一坪共有化運動というのが始まり、東京でもその流れを受けて83年に一坪関東ブロックが誕生しました。実はもう関東ブロックができたのは私の生まれる前ですので、あ、生まれる前じゃない、僕は2歳の時ですねにできて、まあ、私がその一坪関東ブロックに出会ったのはですね、そのいわゆるイラク戦争がの時が実は私が大学の時で、イラク戦争が起きて沖縄の新聞にこう書かれていました。沖縄の空が静かになった。つまり沖縄のイラク戦争の中心部隊の一つ海兵隊、弾災海兵隊ですね、パルージャの虐殺を行った第三海兵隊、戦争が起こる前沖縄ではものすごい訓練が行われていたそうです。そしてイラク戦争が始まり第三海兵隊が沖縄から出撃していって沖縄の空が静かになったという新聞記事を書かれていた時に私はショックを受けました。私はそのところもちろん戦争反対というのでデモにも参加していました。だけども自分が加害者であったということには気づきませんでした。この日本に住んでいるだけですでに私はもう加害者だったんです。自衛隊が派兵されるされないではもうそもそもなかったんです。沖縄に米軍基地がある、日本に米軍基地があるだけでもう私たちのいわゆる1945年以降私たちは加害者であった、多くの人たちを殺してきたその加害者であったということを僕はその新聞で気づきました。それからイラク戦争の次に起こったのが辺野古に新しい基地、辺野古の新基地建設でした。ですので私は米軍基地とこの戦争っていうのがとても密接に結びついて、その中で私が東京でどういうふうに主体となって戦っていくのかということを考えたときに一坪ハンセン地主会に入るということでした。一坪ハンセン地主会に入るためには普天間基地や嘉手納基地に土地を持たないといけません。私は嘉手納の滑走路のど真ん中に土地を持っています。まあ、土地って言ってもかなり小さいんですけれども、その土地を持つことによって実は防衛局が私の家に基本的には来ることにはなっています。ただ一坪地主だからというんでみなしであなたどうせ土地は貸さないんでしょっていうことで、まあ、この間は、防衛局が私の家に来ることはないそうです。そういう状況の中で私たち一坪関東ブロックはこの沖縄の問題では決してないんだけです。私たち東京に住む人間がこの沖縄の基地、沖縄の人たちが立ち上がっているのに対してどう思いを馳せ共に戦われているのか問われるのではないでしょうか。沖縄の人たちは先月の事件で怒っています、悲しんでいます。私は先月沖縄、辺野古、そして嘉手納の抗議集会に参加してきました。その中で沖縄の人たちのさまざまな思いを聞きました。その中で言われていたのが